最中だ。重大な問題。先生ほどの人が抱える重大な問題とは何ですか。教えてください。知名度が低い。俺が趣味でヒーローを始めてからもう3年経つ。今までたくさん怪人だの悪の軍団だのを退治してきた。他のヒーローが俺くらい活躍をしてる現場なんて見たことがない。もはや誰もが知ってていいんじゃないか。もっとファンとかいても不自然じゃないだろう。今日なんて言われたと思う。お前など知らん。だってよ先生、ヒーロー名簿に登録してないんですか。してんのか。いえ、俺はいいです。登録しようぜ。一緒に登録してくれたら弟子にしてやるから。行きましょう。なりたかったヒーローと違う気が。プロのヒーローができたのはちょうど3年前からだそうです。まだ3年なのか。大富豪アゴーニの孫が怪人に襲われた時、通りがかりの男性に助けられたらしく、その話を聞いたアゴーニがこの制度を思いつき、私財を投じてヒーロー協会を設立し、とにかく我々も晴れて新人ヒーローとして世界中に知られるようですね。これでもう胸を張って活動できますよ先生。これで正式に弟子ですね。今後とも指導のほどよろしくお願いします。ああ、では先生、今日はこれで。ああ、じゃあな。やべえ、弟子にするとか簡単に言うべきじゃなかったかもしれん。こいつの場合。